さんこんにちは、マーキュリーの K-POP 部屋へようこそ。ということで本日の議題は、9月11日は BTS 970の誕生日です。ナム2つ、ナム2つということでね、バンタンのキム・ナムジュンさん、もうバンタンのリーダーでございますよ。 RM さんが今日誕生日ということでね、まあ僕もね、ラッピングバス見たんですよ。まあ今日のね、メイン動画でもね、冒頭の方出たと思うんですけど、ちょっとせっかくなんでそちらの方も見て。さあ皆さん、わかる？ナムジュンのラッピングバースデーバス、すごくない？たまたま見つけた。ハッピー RM デイ。あ、邪魔だよ、見えねえよ、見えねえよ。ハッピー RM デイ。あ、バイバイ、バイバイ。わあ、よかったわ。すごくない？たまたま見つけたの、ほんと運良くない？ほんとに。まあね、これ日本にいる人とかだったらね、こう見たくても見れないっていう人が多かったと思うんで、ちょっと僕はね、こう映像ですけど撮れてよかったなと思います。ということでね、せっかくなんでちょっと今回はラップモンスターキム・ナムジュンさんを知っていこうっていうようなコーナーでございますまあ僕もね、バンタンの中ではキム・ナムジュンが一番好きなんですよ。で、その理由としては、うちの姉がもう昔からもうバンタンデビュー当時から追ってて、実はで、ずっとキムナムジュンファン、 RM 店だったんですよ。で、それの影響で昔からなんか姉がこう、あー好きなんだっていうので知ってたっていうところで、やっぱこう馴染みがあるとこからね、こうやっぱ好きになっちゃうじゃないですか。僕もバンタン聞いて、あーこれが姉が言ってたやつだ、姉が言ってた人だ、姉が言ってた方だ、あキムナムジュンだみたいになっちゃうわけですよ。自然と目が追っちゃって好きになっちゃうみたいなね。なんでちょっとね、今回その私が一番バンタンの中で好きなキムナムジュンさんをプロフィールから何から何までちょっと調べていきましょう。じゃあ僕もわかんないこと多いんで一緒に勉強しようっていう時間ですね。はい、ということで本日はですね、このダンミっていうね、プロフィールサイトから見ていきたいと思います。下の概要欄の方にありますので、ぜひともそちらの方も見てください。 RM のプロフィール、 BTS ではチームリーダーとメインラッパーを担当している。本名キム・ナムジュン、生年月日1994年9月12日本日ですね、誕生日は。ってことは俺の2つ上かってことになったら、日本の年齢で26歳、韓国の年齢だと27歳でございます。ユージと同い年ぐらいか。だいぶ違うね。国籍韓国、出身は韓国のソウル市のもうシティボーイでございます。身長が181センチ、高い、めちゃくちゃ高い。体重が70キロ、細い。私のね、身長がね、178よりの175で、体重が70キロよりの90キロですね。はい、現在。はい、で、血液型 A 型、私と一緒で、もうすごい、家族関係とかまだ書いてんだね。家族関係、両親と妹一人、そして愛犬のラプモン。あ、ラプモンっていうワンちゃん飼ってるんですね。なんかテテがポメラニアン飼ってるのは知ってるんですけど、それ以外知らなかった。こないだそのポメラニアンの子が誕生日だったよね。愛称リーダーラッパー、ラップジュン、破壊の神。破壊の神、破壊の神、どういうこと？何したの？すごい優しそうな顔してるのに。ライアン、ライアン、ナムジュニ、あ、ラムジュニアわかりますね。デビューときっかけ、 RM のラップを聞いたラッパースリーピーがビッグヒットエンターテインメントのプロデューサーに彼を紹介したことがきっかけでビッグヒットに入賞。 BTS 誕生のきっかけとなった人物。そうなんですよね。ちょっとこれだけはなんかね、なんとなく知ってるんですよ。なんか BTS 誕生のきっかけになったのはラップモンスターが始まりだみたいな感じのはね、なんか聞いたことあるんですよ。まあわかんない、俺はなんかこう風の噂で聞いた感じだけど、ほんとラップモンスターをデビューさせるためにバンタンは最初できたみたいなぐらいなことを聞いたことがある。これはちょっとせっかくなあれじゃないんで、ちょっと噂程度に聞いてください。まあ実際のところどうなのか、ちょっとコメント欄で教えてください皆さん。ポジション、特徴、性格。グループ内ではリーダーとラップを担当する RM、 授賞式で多くの人の感動を呼ぶ知的な一面と、反対によく物をなくしてしまうというそそっかしい一面も持ち合わせている。いやね、ほんとなんか授賞式とかのスピーチとかすごい、英語もめちゃめちゃ喋れるからさ、めちゃめちゃ知的に見えるよね。で、知的に見えるって言ったじゃん。本当に頭いいんだってこの人、めちゃくちゃ頭いいんだって。もう韓国のそのめちゃめちゃ頭いい東大みたいなところでも余裕で通るぐらい頭いいって、僕姉からすごい熱弁を受けたことある。めちゃくちゃ頭いいんだよこの人みたいな感じで聞いたことあるんだけど、本当に頭いいらしいね。で、英語もペラペラだから。趣味、特技、パン PD を鳴らせたズバ抜けたラップの実力を特技としている RM。 趣味には美術鑑賞などを挙げており、 Twitter には美術館などを訪れた際の写真がたまに投稿されている。いやもうほんとね、ラップに関しては、あのほんとね、一番最初に僕がラップかっこいいなってバンタン思ったのが、それこそ RM のソロの曲なんですけど、なんて曲だっけあれ、ごめん
こうめちゃめちゃでかい RM とか出てきたりする。最初学校のシーンっていうか学校の教室でもう落書きまくりみたいな感じのシーンなんだけど、これマップオブザソウルペルソナってやつなんですけど、これ一応下の概要欄の方にも貼っておきます。だから本当にラップかっこいいなって思ったのは一番最初は本当にキムナムじゃん。でこのね美術館に訪れるみたいに言ってるじゃん。これね本当によく見るんだけど、すごいさその美術に関係するのかわかんないけど、あのカウズめっちゃ好きだよね。カウズめっちゃ集めてるイメージなんだけど、あの目がバッテンなやつ、あれすっごい集めてるイメージなんですけど、その認識で僕合ってますかね。すごいそのイメージ。てかこの投稿サイトめちゃめちゃすっごい細かく書いてある。めちゃめちゃガチのファンが書いてるねっていうような感じ。豆知識でちょっと一部言いますね。暇さえあればネットサーフィンにはまり、ネット上で流行ってる言葉やトピックをトークのネタにすることが多い。そのせいで付けられたあだ名がキムネチズン。でネチズンっていうのがね、ネット民っていう意味らしくて、でキムナムジュンだからキムネチズンっていう意味なんじゃないかな。いやネットサーフィンとかやっぱまあ今の若者まあみんなするよね、ネットサーフィンって。まあ俺も結構するしね。ただその時に流行ってる言葉とかこうトピックをさ、こうトークテーマにしてネタにできるっていうのはマジですごいことだと思ってて、俺ってやっぱこう俺もバーってインプットはめっちゃすんの、こう情報で、あそうなんだそうなんだって見るけど、それをアウトプットするのってめっちゃ難しくない？例えば俺もこう動画でこういろいろ言うけど、結局ちょっと見て編集で俺どうにかしてとか俺ちょこちょこやってたりするから、それがパッて言えるっていう人ってマジで頭いいんだなと思うの。もう頭の中でこう引き出しがさしっかりあって、その中をしっかりピックしてそれを投げれる人だからめちゃくちゃ頭いいと思うんだよね。で今ちょっと調べたら高校生の時に148あったらしいよ、 IQ が。とんでもなくない？もうなんか K-POP アイドル屈指のすごい頭いい人らしいですね。はい、ということで、ね、もうだいぶもうはしょってはしょっての紹介だったんですけど、いかがだったでしょうか。もうめちゃめちゃ意外とね、あのみんなキムナムジュンのことあんまバカにすんなよ。もうテテとかグクとかジンくんとかがこうみんなかっこいいとかさ、ジミンちゃんがこう歌うまいとか、ジェイホップがダンスできるとか、シュガーがめちゃめちゃラップうまくて魅力的だとか、こうみんな思ってるかもしれないけど、リーダーってやっぱすごいんだぞっていうね、これ言いたい。俺毎回言われるもん、俺アーミーにも言われるもん。あ、キムナムジュンが一番好きって言ったら、キムナムジュンみたいな言われたりするもん。こうなんだって、ナムジュンがすごいんだぞって、俺は声を張り上げて言いたい。でも誕生日だからこそ言いたい。今日はナムジュンの日だ。今日という日はナムジュンの日だ。ということでね、もう本当にキムナムジュンね、マジで皆さんね、こう見落としてるかもしれないけどね、マジでいいから、ぜひとも押して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 、俺の推しはみんなの推し。何言ってんだ。